じゃあ始めまーす。よいしょ、お願いします。はい、お願いします。お願いします。いや、サイドキックあるから。テンションどうした、急に。サイドキックないよね、このゲームね。はい。あら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 、まあ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 、穏やかじゃないですね。こちら何もないです。来る。2ボタン。ボタン。ないボタン。ボタン。ボタン。はい。スキップスキップ。はいはい。なんかズズさんの。じゃあ。なんか聞こえなかったって番長が言ってましたけど。うん。なんかね、頭入ってこなかったよね。ちゃんと最後まで聞こえなかったんですよね。だから最後。じゃあ欲しいなーって。不利なのよ。不利って何？不利って何？何が何が不利なの？ズズやったれ。まあやるか。やったれズズ。見せたれよ、こんなんで。引くな引くな、こんなんで。なんだそれ。そうだよね。あ、じゃあちょっと気持ちを入れ替えて、うん、一発ギャグにします。じゃあ。あ、いいね。おお、いいね。欲しいですね、やっぱそういうのは。いいね、欲しいね。じゃあ、いきますよ。誰誰すごい見せたれ、すごい。オッケー、いったろ。オッケー、いったろ。よーし。一休さんバカ野郎、一休さんおもんない、一休さんつまらない。はい、ズッキ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 アンチのコメント、ちょっとおもろいかった。痛いですよね。今回はおもろいパターンか。ちょっとおもろいかった。許されてる。許されたよね。多分スキップでいいですか、ズッキーさん。実際に受けたんだろうな。ズキズキはすげえ面白かったけど、アンチのコメントでちょっとなんか、そう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 、あ、テンポ悪くなっちゃったら、わかるでしょ、そうそうそう。あそこで終わってたらよかった。ズキ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 で、もうおもろいのに、アンチのコメントで急に、よく待ったか。ガチダメだしじゃん。よく待ったかあるよ。あ、ありますね。せめて、イッキュウさんのやつに合わせてほしかったな。惜しいんだよな。惜しいんだよな。面白いとギリギリのラインなんだよな。役職が全然これです。あら、ほんまか。休品歌ってんじゃん。あ、暗くなっちゃう、暗くなっちゃう。来なかったか。弁当から飛び出してきたらぶち抜いてやろうと思った。いやー、今回のタスクしんど。さて、ほら、誰も死んでいない。あのさ、ボタン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 。ナイス情報です。あは、よかったよかった。うら、これ何もなかった。あがる、あがる、はい、はたそこ、あ、はたそこ。まゆこさんこっち来ました？いや、見てない、なんで？あら、そうなの。なんかシャワーに一緒に来たんですけどね、うん、あら、そうなの。おいっぱいいる。前行こう、前行こう、前行こう。に？前行こう、前行こう、前行こう。波を持ってる。なんだ前行こう。いや、なんか。だった。いや、あの弁当パカって開いてこう七個の文字消えたら面白いな。どうしても行こう。何もないっす。何でもないのか。じゃあプレゼント、おらぁ。あー、びっくりした。しゃあ、え、何、え、こ、何どういうこと。あ、あれ、あ、どうも、ロテハルト。あ、どうも、最強シェリフです。おー、出た。
何が出たよ。まゆこさんでしょ、まゆこさんでしょ。まゆこを切りました。一緒にいたよね。え、どうしたの、どういう状況よ。何があって切ったんですか。きっかけは何。おびき寄せからのおびき寄せで、え、なんか地上のもつれかと思ってた。いや、もうおびき寄せからのおびき寄せでまゆこを切り出したのは。なんで切ったの。いや、もうちょっともうまゆことこうなんかこうね、間合いを測りながらこうずっと喋ってる機会があったんだけれど、ディスタンスを保ちながら、エンジンの俺のあの、わかるかな、こう階段状のところでこうギリギリのラインでこう刃が届くか届かないかの距離で会話をしてたんだけれど、まゆこがやっぱ、奈良子さんちょっとプレゼントって言って足を踏み入れた瞬間に俺が切った。居合切り強いよ。居合切りじゃん。強いな、居合切り。聞こえてるか、まゆこ、悔しいだろ。そこは俺の間合いだ。それは強いな。いや、入ってきたら絶対に切るんだろうなと思ってたから、俺のこと入ってきた瞬間にもう、ポンズさんは誰も見てないんですか。でね、ポンズさん見た見た、うん、シャワーで見た。ポンズさんは俺と多分、ね、レプチンさん、まゆこぐらいでメインで一回重なったと思う。その時ポンズさんがシャワーの中に先に入ってきてたから、アーカイブ側に畑迫がいて、うん、はい、うん、で多分シャワーの中にポンズさんが入っててっていう流れなので、うん、多分死んで、うんうん、死んでる位置はどうだろうね、その辺右側にあると思うけど、どこか分かんないけど、それどれぐらいで見たんですか。カメラずっと出てましたよね、うん、結構前だね、そういう意味で言うと結構前だ。カメラ見てた方は、僕と高尾さん、そう、はい、中野さん、じゃあちょっと2人から僕の白出ません。ポンさんが一番最初にいて、俺が2人目で来て、オラフ君が後ろからまた来た。畑迫さんがアーカイブでカメラついてるところでずっと金欲しいって言ってました。強俺。俺強え。今シェリフやった。やった、激強です。あ、びっくりした。ありがとう。まだ誰も死んでなかった。まだ誰も死んでなかった。おらー！やったー！やったー！うるさいよ、うるさいよ、もう。うるさくてすみません。あの、サントさん切りました。あ、おい、狙ってねえわ、すみませんだ。どうも、ヒットしてねえわ、別に。最強シェリフです。一人一回言わなきゃいけないんです。どうも、最強シェリフです、どうも。サントさん切った？サントさんなんて切る要素ありました？なんで？なんかどうして来た？あ、なんか停電だとかって言って白こかったら切ったら切れました。すいません。なんだそれ。いやー、嫌やな、あの白子。白子繊細嫌やな。白子繊細。嫌ないそう。すいません、本当になんか白子いなと思ったんで。あ、乗っ取りだと思います、オラフ君、俺のこと。いや、でも、いや、でも、まゆこさん切った時点で、シェリフしよう、誰も出なかったら、もう死んで決め打ちでもいいかな。まあまあまあ、だと思います。これ、ななこさんは、あれ、通信室の下の通路でやった感じ？そうですね、あそこの通信室の、右側、キッチン側に中野さんがいて、左側に、あれ、レプチンさんが、アドミを見てる状態で、そう、俺、アドミ見てた。レプチンさんが長いこと見てるな、切ろうかな、中野さんが歌歌ってるな、はいはいはい、切ろうかなって思ったときに、あ、ちょっと待って、聞かれてたのかい、これ、七子さんシェリフでもう2人切ってるってことは、二人が落ちてるってことですよね。そうだね、うん、そうなるよ、ね。僕、ナイスゲッサー使用していいですか。おっ、おゲソロ。最後に、打っていいですか。俺をシェリフかどうかっていいですか。誰を、何ちょっと全然関係ないです。ブギコでズズさんがニヤニヤしてたのがすっごい気になったんで。ああ。なんだろうね。どっちだろうね。でもゲッサー出るの遅くない？そうなると。あ、じゃあ全然そんなことないと思いますけど。いや、じゃあズズさん行く？いや、俺は君大丈夫。俺がズズを切るから大丈夫。あ、そう。大丈夫の意味がわからないけど、大丈夫の意味がわかんないけど。俺がズズ切るから大丈夫。いいけど、いいけど。じゃあズズ白くしてあげるから、それな。それで。ありがとう。
ぶっ壊れてる、ごめん、俺がゲームを壊しちゃった。俺がゲームを壊しちゃった。どこで、どこで切るか、どこで切るかですよ。どこで切るかだから。ズズはどこだ。あれ、ブブさん来ないじゃん。来ないな、オラフ君。ブブさん、怪しい。切り合いになった時に、あいつ、クソ怪しいな、俺が見てないと。そうそう。じゃ逆に、あ、ごめん、みんな、ここで動かないでくれ。俺がズズを切りに動くから。あ、みんな動かなくていい。動かない。あいつは多分一人で切るくるか溜まったくるか、俺が先切るから行ってくる。あ、これタカちゃんの危ない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 。タカちゃん抜けて OK 行ってくる行ってくる。そこにいといて、 A 陣にいといて、 A 陣いといて。鳴らしていいよ、鳴らしていいよ、タカちゃん鳴らしていいよ、タカちゃん鳴らしていいよ、タカちゃん鳴らしていいよ。鳴らさないと黒くなっちゃうよこれ。あ、右行ってくれたんだ。あれ、はい、私の通り、なんかリアクター鳴ったじゃないですか。左に行こうと思ったら七子とすれ違って、タカちゃんそっちはダメ、そっちはダメみたいなことを言ってて、なんて言ってたかちょっとわかんないんですけど、ずっとタカちゃんでもなんとかなんとかってずっと言ってて、なんかヤバいやつが左にいんのかなって思って、七子の方を追っかけたら七子が僕のことを食べて死にました。なんでわかんない。間違いなくシェリフですね。あ、そうか、それでシェリフがまあ確定になる。違うんだよ、エンジンにいといてくれって意味だったんだよ。え、まだ伝わらなくて、だからなんで俺切ったのか一瞬わかんなくて、謎すぎる。パニックにすぎて、大暴れすぎやったんですかね、ボタン。ちょっといいとこ見せようって張り切りすぎちゃった。でも逆に、そう、張り切りすぎてるかも。はいはいはい、ごめんなさい、割り込んで申し訳ないんですけど、わかんないんですけど、これ今のつさん、私、畑迫さん、オラフさん、レプチンさんって言いましたね。はいはい、ありましたね。で、それで七子さんがここにいてってリアクターなってるんですよ。そうそうそう、言って、動かないでってリアクター中に言ってたね。そう、それで行く最中に、もしかしたらそのジャッカルがもう一匹っていうか残ってて、でそれが紳士さんで、それで切ったっていうのは、ああ、まあ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  っていうか、ニジンが落ちてるから、真由子さんとサントスさん、ナナコさんやってて、で、まあ、シェリフ、CO、他いないみたいな。でも、サイドキックがいれば、うん、その今のやつもいますよね。いや、もうずっとしていいよ。もうあいつ来なかったから、エンジンに。僕目線は、ナナコさんは、その、シェリフでズズさんを切りに行ったのに、死体で帰ってきたから、もしかしたらその線もあるのかなっていう。死体になって帰ってきたから。いや、ニジンが一時。ナイスゲッサーですか。僕ナイスゲッサーですよ。やっちゃいます。誰やっちゃいましょう。一緒に勝とうと思ったのにな。ああ、ごめんね、マユコ。プレゼントってせっかく。俺になんの高尾さんじゃなくて今の話。いや、オラフ君がなんかまあ言ってたじゃない。どうする？行くか。いや、そんなんじゃってみんな怪しいよ。オラフ君。ズーさん。やめたい。もったいないって。もったいないってそれ使うの。マジで。扱っちゃった。ああ。オラフ君何で撃ったんだよ。何で撃ったのか分かんないのに。何で撃ったの。やばい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 。やばいぞこれ。あー、いやこれずっと普通に。何で撃ったんだこれ。どんどん優秀な人が減っていくんだけど。ズーさんインポスターです。え、マジで違うんだけど。中野さんが自分で弁当移動してなんか言ってたんですけど、普通に。いや、中野さんはあれですよね、エンジニアです。エンジニアって言ってました。エンジニアですよね。で、ズズさんは騙されて、俺がジャッカルって言ったので、そしたらズズさんが、え、俺言ってない、マジで。俺だから中野さんが嘘ついてると思って今ボタン押しに行こうとしたんだよ、普通に。マジでちゃうよ。いや、ズズさん今違う、マジで違う。じゃ、今の中野さんが俺ジャッカルですって言って、あ、俺ジャッカルってこと知ったって思って、俺が俺インポスターですって嘘ついてボタン押しに行こうとしたんだよ。え、だから俺行こうなんて言ってないよ、怖っ。でも多分オラフ君が釣ろうとしてたのは、ゲッサーでやろうとしたのはジャッカルだよね。ずっと信じるよ。多分ジャッカル。多分ジャッカルだと思いますね。違う違う、これはね、この精査はマジで良くないし、もうおもろなくなくなるぜ。おもろ。じゃあズーさんが見えたけど、中野さんがエンジニアなのは本当でいいと思うんですよ。じゃあむしろ、うん、でも俺はインポスターって言ってないんですよ。別に中野さんがジャッカルだと思い込んですぐにボタンに押しに行こうとしたら、それは中野さんも見てるでしょ。だって中野さんが弁当に入りしてて、そう、それはちょっと見ました、一緒に見ましたの、見たね。
キッチンで沸いて、俺が武器の込みエンジンって言ったら、キッチンからエンジンルームにベントで動いているのがあからさまだと。で、はい、えってなって、ただ、こんなあからさまなことしないから。しましょうっていう嘘をついたら、ズーさんは、殺さなかったの。だから殺す、なんだろう、よしよしよしみたいな感じで言ってたから。ここで俺が、だって、うわーって言ったら絶対キルされるじゃん。だったら俺はインポスターのふりをして、ミーティングボタンでボタンを押した方がいいじゃないですか。必死だな。人番組ね、ファッションがもう、そんなん知らんよ、俺インポスターでもジャッカルでもないんやから。ファッションでもズーさんに最初にな、最初の方に僕がライグの話したときにすごい人目のつかないところ連れてことしましたね。そういうそう、それがね、すごい気になってね、見てたけど。それはおもろいフリやんけ。ユニーク、エンターテインメント、ポジティブ、それやんけ。最後の関係ないよ、ポジティブはもう。もうダメだよ、ズーさん。確かに。ズーさんに入れます。俺もズーさんに入れる。でも、なぜズズに入れるの、今の回で。ズーさんが入れた場合は、高尾さんが。いいファッションだな。じゃあ、先に高尾さんで。いいじゃないですか。いやズズさんで汚してるんですか、これ。なぜ僕何もしてない。ズズさんで、ズズさんで終わんなかったら、高尾さん連れて。汚してないんか。そうしよう。いや、入れてるやん、みたいな。いや、もう。やろう。おい、空気悪くすんな。リアルな声でしたな、今。空気悪くすんなよ。悪い。いや、当てんのかよ。奈良子、なんで俺切ったの？ちゃうちゃう、あれはね、ずっと絶対に切り合いになると思ったから、エンジンにいるみんなにここに待っててくれって言ったのよ、俺が切ってくると。で、俺近づいたら間違って切っちゃうから、みんなエンジンにいててくれって言って、俺はもうクリック連打しながら歩いてたのよ。だよね。そしたら、タカちゃんが、奈良子って言ってきたから、それで、タカ、タカ、来るんじゃねえ、タカオってなって、それも死んだ。それやばいなぁ。オラフもオラフだよ。一発で当てろよ、俺を。ジャッカルで言っちゃったからね。奈良子さん。何？ちょっとこっち来てくれ。え？やだなぁ。チンコに来てください。やだなぁ、オラフくん、マジかよ。はい。オラフくんに頼まれたらもうしょうがねえじゃん。大丈夫？今。ナナコさんに今日の台本をお渡しします。あ、はい、頑張ります。頑張ってくださいね。はい。ナナコさん。はい。この台本通り。はい。ああ、頑張ります。はい。お願いします。いつもの。頑張ります。頑張ります。ボタン金庫に3あったんで、人死んでるかなと思って行ったら、はい、なんか絵画の上の方に奈良子さんとオラフ君がいて、うん、オラフさん頑張りますって奈良子さんが言ったんですけど、うん、言ってました。あ、はい、あ、サイドキックとジャッカルだな、これ。あ、そうですよ。あ、なるほどな。そうなんかい。僕がごめん、ばあちゃん。ごめん、ごめんな、俺が変なこと言って、ばあちゃん絶対それで打ったさ。かわいそう。絶対サイドキックで打ったさ。ごめん、ばあちゃん、ふざけてて、ごめん、俺とラウ君で。ごめんなさい。台本ごっこしててごめん。そう、台本を渡してたんですよ、奈良子さん。かわいそう。ここまで作戦通りってこと？サントスさんが殺したんだからな、これ。いいか。サントスさんが殺したんだからな。変な疑いをかけて、僕たちに。かわいそう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 すぎる。ちいかわ、ちいかわいたな。ちいかわってこと？ちいかわ聞きつけてきた。ちいかわが好きってこと？いや、絶対におかしいよ。おかしいっすね。なんで僕たちを。いや、全然信じられない。ただ金庫でふざけてただけなのに、俺たち。信じられねえ。信じられねえ。なんかめっちゃ怪しまれてるし。信じられな、それにしても。ただ金庫でふざけただけなの。いや、ほんとにそういうな。何もしてないしな。どういうつもりなんだよ。いや、ほんと、ちょっとこっちで話し合いましょう。ちょっと話し合おう、こんなもん。納得いかねえ。え、ちょっと納得いかねえ。納得いかない。一緒に話し合おう。いや、これはちょっと話そう。話し合おう、これ。おい、誰か話し合ってくれんかな。ちょっと誰か、俺だと話してくれる人いねえかな。この辺。ん？
さん。あ、はいはいはい。なんで僕たちこんな疑われてるんですか。おかしくないですか、こんな。黒いでしょ、信じられへんな。イエーイ、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 行きましょう、行きましょう、行こうぜ、行こうぜ、はい、行きましょう、イエーイ、オッケーオッケーオッケー、ゴーゴー、おい、リアクター直そう、リアクター、直った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 、俺レプチン、レプチンさん、さっきまでいた、ウェア、どこ、ナナコ、オラフ、タカオ、シンジ、ポンズ野郎がキッチンにいて、はい、そう、想定行って、僕とナナコさんは、石油の方行きました。石油の方で、メインホールまで一緒にいる。ナナコさんとレプチンさんが、キッチンから石油歩いてくるのギリギリ見えてますね、ポンズ野郎。ナナコさんとレプチンさんが石油の方に歩いてる、はい、歩いてます。それ僕です、僕です。それ僕です。うん、いや、絶対レプチンさんでしたね、あれ。どんな嫌いにするんで、ナナコさん絶対絶対に負けますよ、ナナコさん、いや、絶対これ多分スキップ入れましょう、サントスポンズさんまであると思う、これマジで、え、本気で言ってる、え、マジで、マジ僕、え、二人外いる時点でナナコさんつったら負けっすよ、ナナコさん、いや、ありえん、ありえん、マジでありえん、ありえん、これはてか、ライン結びすぎだろと思って。ああ、治った、治った。治りました、治りました。いや、もうあんな、はい、俺とオラフ君で盛り上がってるところのやつ、精査すんの、ほんと犯罪やで。さすがに。あそこまでは一応動画の作り上言わなあかんねん。頑張りますみたいな。それ、精査されたら、そんな、そーら無理やわ。そんなもん。はい、じゃあ、始めまーす。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。